れ？ドレミちゃん、すっごい早いね。ミナこそ、今朝はずいぶん早いな。おはよう。おはよう。ミナはね、今日は日直さんなの。だから、日直さんの朝のお仕事のために、今日はこんな早くに登校しないといけないの。日直だったか。それにしたって早いな。もう少しゆっくり来たってよかったのに。ミナよりミナのお母さんが張り切っちゃうんだよ。絶対遅刻しないようにと、こんなにも早い時間に登校させられたわけか。ところで、ドレミちゃんはこんな早くに登校してきて何をしてるの？家でやっておくつもりだったのだが、親の仕事の手伝いで帰りが遅くなったのでできなかったのだ。だから学校に持ち込んでやってるの？宿題の正反対だね。私のことは放っておけ。それよりミナには日直の仕事があるのだろう。清々しい教室を私たちで二人占めできた。本当だ。不思議だな。普段は何の愛着もない教室も、今だけはなんだか素敵な場所に思えてくる。別に大丈夫だ。一人でできる。急いでるんでしょ？二人でやった方が早いよ。それにね、ミナもやりたいな。折り紙をチョキチョキなんて懐かしい。そうか。では頼む。こっちの折り紙を使って何か楽しい形に切り抜いてくれ。欲しい形であれば何でもいい。何に使うの？それによって形も変わると思うよ。教えられない。すまない。へえ、どうして？どうしてもだ。教えられないとできないなら手伝ってくれなくていい。そんな冷たいこと言わないでよ。やるやる、手伝うよ。ドレミちゃんのそれ何の形？教えられない。すっごい凝ってるね。形細かい。こう切って、こう切って広げると。あ、わかった。レイヤーズ5の変身ステッキだ。バレてしまったか。何個も作れば多少は慣れるものだ。え、すごい。こんなにいっぱい作ってるの？とても真似できないよ。
私が作りたくて作っているだけだ。ミナは気にしないで、自分に作れる楽しいものを作ってくれればいい。どうしてこんなにいっぱい変身ステッキを作ってるの？教えられない。ドレミちゃんのケチンボ。私は本当に容量が悪い。なんで？こういうのはバレないで用意しておくべきものなのに。ドレミちゃんが教えてくれないから、ミナはまだこれ何なのか知らないもん。ほら見て見て、これを広げると、ほら、私の誕生日をミナの家でやってくれた時は、それで飾りつけてくれたな。楽しいよね、お誕生会の準備って。 ああ楽しいな。ミナもドレミちゃんの誕生日をお祝いするためにお部屋を飾り付けしたの。すっごく楽しかったもん。ドレミちゃんが喜んでくれるかなって考えて準備するのはすっごく楽しかった。わかる。くずく私は何をやっても容量が悪い。でもさ、月並みかもしれないけど、こうやってミナのために精一杯頑張ってくれるドレミちゃんの姿が、ミナにはもう今日一番のプレゼントだよ。まるでそう思わせたくてやっていたみたいだ。やっぱり私はダメだな。ミナは容量がいいとか悪いとかそういうのでドレミちゃんが大好きなんじゃないんだよ。ドレミちゃんのとても素直でまっすぐな気持ちがミナは大好きなの。ミナにそこまで言ってもらわなくてはならない自分に嫌悪する。
それでは試練を始めよう。時間は5分。君たちの本当の姿を存分にさらけ出したまえ。一度部屋の中をくまなく探そう。カリン、その檻の中の子に話しかけ続けてくれるか。そうだね、言葉が通じないにしても何か手がかりを教えてくれるかも。どうかな、日本語が分かってるかも怪しいぞ。いいから、それでも話しかけて。ミナも、その場所から見て何か気づくことがあったら何でも教えてくれ。この部屋はどう考えてもこのデスゲームのためだけに作られたものだね。同感だ。それもかなり本格的に作られている。テレビの企画か何かで一時的に仮設したようなものじゃない。ひょっとしたら私たち以外にもここに閉じ込められた人間がいるのかも。それがあの檻の中の子って可能性は恐ろしい目にあって心を閉ざしてしまった。なあ僕、私の話わかるか？日本語がわからないのか？じゃあハローハロー、ニーハオ、アニョンハセヨ、グーテンモルゲン。だよな、相変わらず反応はなしだ。風花たちの方はどうだよ？ダメ、何も見つからない。見つけられなきゃ全員死ぬ。だから探し続けないと。結論、あのデスゲームからズルして抜け出す術は存在しないってわけだ。死ぬし、私たちもみんな死ぬ。逃れられないんだよ。仲良し4人組はここで仲良く4人で網焼きになって焼け死ぬってわけだ。私は諦めないぞ。まだ時間は数分とはいえあるんだ。私も考える。何かをひらめくかもしれない。もう無理だよ、みんなでここで死ぬんだ。ドレミちゃん、フーカちゃん、もういいよ。ミナには分かったの、このデスゲームはミナのゲームなんだ。どういう意味だ？だって死刑囚には生き残る方法がないんでしょ。でも死刑囚には選ぶことができる。それはみんなも道連れにするか、自分の運命を受け入れて友達みんなに生き残ってもらうか。ミナ、どうあがいてもみんなは死ぬしかないなら、みんなには生き残ってほしいよ。もちろんみんなだって死にたくなんかないよ。でもみんなを助ける方法はないし、みんなを見殺しにする以外にこの部屋から出る方法も絶対にない。みんなが部屋中を調べているとき、ここから見ててわかった。このデスゲームは死刑囚を見殺しにすることを決断できるか否か、それだけの単純なゲームなんだよ。だからみんなはそ
それ以外の見つかるわけもない何かを探すためにみんなにこれ以上時間を無駄遣いさせるわけにはいかない。そんなミナを見殺しになんて。ドレミちゃん、それしかミナにはみんなを救う方法がないんだよ。ミナを犠牲にして生き残れだなんて、私には覚悟を決めたから、だからお願い、みんなが無事にこの部屋から逃げられるところをせめて見せて。ミナちゃん、本当にありがとう。ミナ、その決意無駄にはしないよ。私たちには、そしてミナには、最初から2つの選択肢しかなかった。全員で死ぬか、ミナに犠牲を受け入れてもらえるか、その究極の2択に。みんなうすうすと気づいてはいたけれど、口に出すことなんかできなかった。でもそれをミナは自ら口にしてくれた。これ以上ない最高の勇気で。これが唯一で最善の選択なんだよ。みんな分かってる。みんなも分かってる。だからみんなの覚悟が揺るがないうちに。そうだな、みんなの言う通りだ。みんなの覚悟を受け止め、この部屋を生きて出るんだ。この後にもまだデスゲームが続くかもしれない。でも私たちが力を合わせればきっとなんとかなる。フーカは賢いし、ドレミは冷静、そして私にはパワーと運動神経と、そして怒りがある。絶対にここを生きて出て、ミナの分も犯人の野郎をぶん殴ってやるって私が約束する。ありがとう。絶対だよ、カリンちゃん。はあ、約束する。ないのか、他に本当に選択肢はないのか、ミナ。気持ち悪い。カリンが気持ち悪い。何を、さもミナちゃんが犠牲になるのが前提みたいに話を進めてるの？気持ち悪いんだよ。気の弱いミナちゃんが自分から犠牲を言い出すのを待って、それをさも勇気ある決断かのように称え出すカリンが、マジで吐きそうになる。カリンはピエロだもんね。万一にも自分が死刑囚にされるようなことがあってはならない。死刑囚とピエロの立場は実質的には同じってことに気づかれる前に死刑囚に死んでほしいもんね。そういう考えが見え見えすぎて本当に気持ち悪いの。なんだよいきなり。ごめんね、こんな時にいきなりブチ切れちゃって。でもまあ仕方ないよね、切れちゃったものは。あとさ、カリンにだけは使ってほしくないの。約束って言葉をカリンにだけは軽々しく使ってほしくないの。カリン、私はあんたを友達なんて思ったことはない。幼なじみでなんとなく一緒にいたから友達のような感じで調子を合わせてはいたけれど、あんたのこと昔から全然信用してない。あんたは人の気持ちや心をないがしろにして裏切る最低の女の子。
わからないよ。どうして、どうして風花が私にそんなことを言うの。やめるんだ風花。こんな状況で混乱してるのはわかるが、そんなことを言っても何の解決にも。ごめんねドレミ、ちょっと黙ってて。私あんなにも風花のことが好きで、風花に優しくして親切にして、風花だって私にあんなに優しくて親切にしてくれてたじゃない。今一時だけの感情で言ってるんじゃないの。この際だからはっきり言っておく。あんたのこと小学生の時からずっと嫌い。嘘つきで人の心を踏みにじる冷たい子。風花が私にそんなこと言うなんて信じられないよ。ねえ、私どんな嘘をついたの。何をして風花をそんなにも傷つけたの。謝るから、ずっとずっと謝るから。風花がいいって言うまでずっと謝るから。だから教えて、私は一体何の嘘をついたっていうの。それがわからないから。カリンは人の心がないんだよ。教えてよ、教えてよ風花。謝るから、絶対謝るから、いっぱいいっぱい謝るから。だから教えてよ。カリンのこと好きだったよね。好きだよ、大好きなお友達だよ。この際だからミナちゃんにも教えてあげるけど、カリンはね、あなたのこと一番嫌ってたんだよ。嘘。あなたが楽しそうにドレミア私と遊んでいる時、カリンがどれほど冷たい目であなたを見ていたか知らないでしょ。カリンはそれを隠せているつもりだったようだけど、私は気づいてた。ドレミだって気づいてたよね。いや私はね、知らなかったのはミナちゃんだけなんだよ。そうなの、カリンちゃん。一度や二度じゃない、小学校の頃から何度もね。それで私気づいたの。私たちは仲良し4人組だと思っていたけれど、カリンの中ではずっと3人組だったんだって。嘘だ。カリンちゃんがミナのこと嫌いなんて嘘だ。嘘だ。さすがは嘘つきカリン。大嫌いなはずのミナちゃんにここまで言わせるんだから、大した大嘘つきだよね。やめてよ風花、やめて。私たちずっとずっと仲良しだったのに。風花、どうして私をそんなになじるの。私にはわからないよ。もういい加減にして。その気持ち悪い猫かぶりをいい加減にして。あんたなんか大っ嫌い、最初から大っ嫌い。あんたなんか信用しない、この嘘つきカリンが。
残り時間。まずいぞ、もうほとんどない。無罪。気持ち悪いことを言ってたからついブラック風化が覚醒しちゃったよ。それにそれからミナちゃんも聞いて、そして理解して。この部屋からは死刑囚を一人犠牲にする以外に出る方法はないの。つまるところ、ミナちゃんかもしくはカリンのどちらを犠牲にするか選ばなければならない。ミナちゃんはやっぱり死刑囚に戻りたい？さっきは勢いで覚悟を決めたと言ってしまったけれど。誰だって死にたくないよ。でもだからって誰かを犠牲に生き残るのは。じゃあ死刑囚に戻すね。それでさっさとミナちゃんの拷問レバーを引いて。それでいい。もう時間はないもん。本音を出していこう。ドレミは？ミナちゃんとカリン、どっちを死刑囚にしたい？選べるわけない。うん。だからそれを選ぶ役は私が引き受けてあげた。そして私はカリンを選んだ。もう一人の断罪者であるドレミの役割は、死刑囚の座る拷問椅子の拷問レバーを引くことだけ。ドレミ、私を見殺しにして自分だけ助かるのか？そんなのできないだろう。私たち友達だぞ。その友達のミナちゃんが死を受け入れるようにさりげなく追い詰めてたわけだけどね。ドレミにとってミナちゃんとカリン、どっちが大好きなお友達？それは…じゃあ考え方を変えない？拷問にミナちゃんとカリン、どっちが耐えられそうだと思う？犯人はひどい苦痛を味わわせるというようなことは言っていたけど、死に至らしめるとまでは言ってなかった。こんな部屋に取り残されれば拷問云々なんか関係なく死ぬに決まってるだろ。この部屋の全員が死ぬっていうのは時間切れの際の話じゃないの？時間内に私たちがデスゲームを完了できれば火は止まるんだと思う。でも助かるのは3人だけで、死刑囚が助かるとは。ひょっとしたらそれは私たちにデスゲームを強いるための脅しみたいなものかもしれないよ。考えてみて、こんなデスゲームのために誘拐を何回も繰り返したらいつかはバレる。だったら犯人は貴重なデスゲーム参加者を少しでも長持ちさせて遊びたいと思うんじゃない？犯人が見たいのはデスゲーム？そう、犯人は私たちが死の恐怖の中で互いが互いを貶め合うところを鑑賞したいゲス野郎だからこそ、追い詰めこそすれ本当に殺したくはないはず。究極的には拷問レバーとやらを引いても何も起こらない可能性さえある。私たちが苦悩して泣いてわめいて覚悟を決めてレバーを引くと、結局は何も起こらず犯人がブラボーブラボーと拍手する。ね、ありそうでしょ？
その可能性も、もちろん否定できない。が、仮に何らかの拷問が起こったとしても、死ぬとは決まってない。テレビの罰ゲームみたいに、ビリッと電気が流れて終わりかもしれないよ。そうしてカリンは解放され、次のデスゲームでは絶対に負けないぞってなってくれた方が犯人には好都合でしょ。しっかりしろよ。私たち友達だろ。カリン、すまないが受け入れてくれ。拷問レバーでどんなことが起こるかはわからない。でも小柄なミナよりはカリンの方がまだなんとかなるかもしれない。しろよ、ミナに。おいミナ、なんとか言えよ。お前、私を犠牲にしてシャーシャーと生き残る気かよ。だってミナだって死にたくないよ。ミナちゃんは死刑囚の役割を尽くす覚悟をしたけれど、それは死刑囚の時の話だもん。もうミナちゃんは死刑囚じゃない。だから自己犠牲の覚悟なんて必要ない。カリンはミナちゃんがその覚悟をした時ベタ褒めしてたもんね。最高の勇気でとか、ミナの覚悟を受け止めとか、あと本当にありがとうミナだっけ。だから今度はカリンに言ってあげるね。私が殺す、てめえぶっ殺してやる、絶対殺す。本当にありがとうカリン。あなたの犠牲を私たちは無駄にしないからね。私たちはカリンの覚悟を受け止め、この部屋を生きて出る。そしてカリンの分も犯人をぶん殴ってあげるからね。約束するよ。すっげんなてめえ、こらこらぶっから受けてめせって。時間がないね。今度こそ本当に。靴が焦げてる。溶けてるよ。ドレミ、あとはあんたの仕事だけ。ミナちゃんは死刑囚だった時覚悟を決めた。私はカリンを犠牲にするという選択を決めた。そしてドレミがすべき仕事はもう決まってるんだよ。有罪。やめろ、そのレバー引くんじゃねえ。引いたら殺す、絶対に殺すぞ、絶対殺す。カリン、これしかないんだ。覚えてろ、絶対に覚えてろよ。カリンは仮面剣道の魂を宿す正義の味方なんでしょ。私たちを守るために戦ってよね。ふうかカリンってすごいね。本当に正義の味方なんだね。私の心の中にはいつだって仮面剣道の魂が宿っているんだぞ。その魂がさ、私に囁くんだ。悪を討とうとする正義の刃には勝利を信じる限り
必ず勝利が宿るってね。それならカリンは無敵ってことだね。でもね、風花、勝利を信じることって案外できることじゃないんだぞ。そうなの？戦う人ってみんな自信満々じゃないの？自信がなくても戦わなくちゃならない時ってのもあるんだぞ。言ってるのかちょっとカッコつけすぎなのかわかんないよ。まあ私もたまには深いこと言うんだぞ。よくわかんないけど、もしも職業に正義の味方というのがあるのなら、カリンはきっと将来それになれると思うよ。なったらさ、絶対に風花のピンチには私が駆けつけて助けてやるぞ。ピンチになんてそもそもなりたくないよ。でも気持ちは嬉しいよ。その時はきっと助けに来てね。ああ、もちろん約束する。絶対に風花のピンチを私が助けるから。あ、そうだ、じゃあその証にこのカードを風花に進呈しよう。何これ、仮面剣道カード？そう、これをいつも胸にしまっていれば、いざという時必ず仮面剣道の魂が風花を救ってくれる。ありがとう。これってひょっとして価値のあるカードだったりする？いいよ、カードショップでも100円程度だね。カリンは面白いな。大丈夫だよ、カリン。このエレベーターの行く先も地獄だから。私ってさ、お兄ちゃん子でさ、いっつもお兄ちゃんたちと一緒に遊んでた。だから男の子の遊びとかが大好きだったんだ。仮面剣道ごっこもお兄ちゃんたちの影響？そういうこと。まあ昔は変身後が好きだったけど、最近は変身前が好きになってきたぞ。やっぱりカリンはちゃんと女の子だよ。そうだよ、よく勘違いされるけど、別に私は男の子になりたいわけじゃないんだよ。
わかってるよ。そうじゃなかったらそんなに髪を長くなんかしないもん。風呂上がりとかなかなか乾かなくてめんどくせえけどな。でもまあその程度のところでギリギリ女の子だってことを死守してるんだぞ。女の子らしくするのが恥ずかしいの？こういうキャラで定着しちゃったからさ、今さらキャラチェンなんてこっぱずかしいし、それに可愛い女の子ってのは素材も大事だよ。私は全然ダメさ。そんなことないよ。女の子は変わろうと思えばいくらでも変われるもん。ありがとう。でも別にいいんだ。私は私の一番理想の私が目の前にいるから。え？私？そう、風花は私の理想がそのまま抜け出てきたみたいな女の子なんだぞ。それを言ったら私だってカリンは私の理想なんだもん。私が？また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 冗談がきついぞ。多分私もカリンも根は同じなんだよ。私たちは物心ついた頃にはもう自他共に認めるキャラクターってものが出来上がってたんだよね。カリンは男の子に混じって遊ぶのが大好きな一見男の子っぽい子で、私は大人の言いつけを守る真面目で素直な一見女の子っぽい子で。じゃあ風花は今のその自分が本当になりたい自分じゃないっていうのかよ。冗談きついぞ。そんなに可愛い女の子してるくせに。きっとカリンと同じだもん。何かあった時、本当はそうしたくないのに、自分に求められているキャラはこうしないといけないんだろうなって思って、自分の役割を忠実に演じちゃう。みんなが期待している五条風花ならきっと率先して引き受けるとか、きっと優しく教えてくれるとか。でもいつも本当は思ってる、こんなの絶対引き受けたくないとか、人に聞く前に教科書読めこのうすらトンカチとか。あ、あるある。私もそういうのいっぱいあるぞ。そろそろ宿題やった方がいいんじゃないかなって思うけど、お兄ちゃんたちはまだ遊んでるからまだいっかなとか。真面目にお掃除しないと先生に怒られるって分かってるのに、男子が遊んでるから一緒になって遊んじゃったり。そう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 、本当は正解を分かってるのに、ここで当てたら私らしくないなとか思ってわざと間違えたり。いっつもさ、たまるカリンだったらこう振る舞わなきゃいけないって、自分の意思と無関係にマニュアルに従わさせられてるような気持ちをずっと感じてた。私も同じ。だから私たちは傍目にはこんなにも違うと思われてるのに、私たちも驚くほどにそっくりなんだよ。私たち二人とも期待された自分っていう名前のマリオネットなんだよ。そのマリオネットの糸急に切ったらさ、みんな驚くぞ。きっとみんな大行